どうもこんにちは、速稼塾の久保です。まあ、ストーンさん、週刊中年ジャンプの動画更新もね、かなり進んでいたんではないかなと思います。その中で、いろいろありましたけども、今回ね、カブスクールが順調に進んでいるということで非常に嬉しく思っております。で、そのね、途中経過を知るためにも私自身が知りたいということもありますし、多くの人に知らせたいなというところもありますので、こんな元気にやってますよみたいな感じのね、カブスクール、ストーンさんのカブスクールを5月31日に21時からズーム対談という形でね、紹介できるのは喜びだと思っております。これはぜひね、今これ一般公開動画で、動画の方を作ってますけども、多くの方にもね、来ていただきたいと思いまして、ズームの URL を設定しようかと思います。この動画の概要欄につけておきますので、5月31日21時からぜひお集まりいただきたいと思います。で、こちらの方はですね、内容によっては、ちょっとね、アーカイブにするか、それとも有料で、Zoom 対談の商品にするか、ちょっと迷ってるところなんですよね。ですんでね、ライブに参加していただければ間違いなくご覧いただけますし、現場で Q&A もありますし、プラスお金もかからないという形になります。これがね、後日になるとちょっとね、内容によっては有料版か、もしくはもう公開しないかっていうことにしようかと思うんですよね。はい。というところでね、貴重な機会を生かしていただきたいかなと思います。で、今回はですね、この速稼塾の中でも株っていうのはね、ずっと取り扱ったことがなかったんですよね。というのも、もともとアフィリエイトで始まった速稼塾なんですけども、2017年から私自身が FX の、トレーニングに入りまして、で、今はね、6年目になるんですけども、 FX は私が、もう多分ね、私の見える範囲、誰よりも私が得意だと思います。 FX は私の見える範囲ね。そう考えていくと、まあ、いろいろとね、今 FX でお世話になった人もいるんですけども、今は私の方ができてるんじゃないかなと思うぐらいでございます。というのは、これね、金額じゃないんですよ。どのぐらい自分の力量に合わせたトレードをしてるかってことなんですよ。ある意味、私はこれ以上はもう自分の FX をこう成長させるんじゃなくて、煮詰めていこうかなと思ってるところなんですよ。今手元にあるスキルをね、しっかりと煮詰めていく。だから、これ以上新しい FX のノウハウを手に入れたりとか、ツールを使ったりとかって伸ばすんじゃなくてね、今の力をしっかりと煮詰めることによって、他の人に FX が伝わりやすくするとかね、分かりやすくしていくとかっていうことに努めれるんじゃないかなと思います。さあ、しかし株については私も全く分かりませんので、株の経験がないわけではないですけども、今回もね、私の勉強だと思って株スクールに参加させていただこうかなと思いますね。ズーム対談21時から、ストーンさんよろしくお願いします。で、あと一つ気になるのは暗号通貨に関してですけども、暗号通貨に関しましては、これは全くね、分かる人はいないと思います。これほどね、ボラティリティを上下に振りながら、人の予測を裏切りながら進めるものはないと思いますんで、これ完全ランダムだと思いますね。客観的には、なんか根拠めいたものや公式が存在するのかもしれませんけども、それを私たち人間が理解するのはまだまだ先になると思います。不確定要素が多すぎて、どの要素を組み合わせれば確定要素に近くなるのかってことをまだ誰もつかめてない状態です。まあ、ですので、数年前にね、 FX アービトラージみたいなのが出たのは、いかにインチキかってこと、私がね、そのように言ってきたことが今だったら多くの方にお分かりいただけるんじゃないですかね。だから、ありえなかったわけですよ。 ICO バブルにしても、その他のなんとかかんとかバブルにしてもね、全部はセールスによって売り上げを上げるための架空の幻だったわけですよね。投資をしっかりと煮詰めていくと、そういうふうに分かるんですよ。本当に投資ってものを分析して提供した人がいるのか、それともそうではなくて、どうせ誰も分かんないだろうと思って口から出まかせみたいなものを商品化してるのかってことはね、分かりますね。だから、私が ICO をあれほど強く否定してたのも、今だったら多くの方は分かるんじゃないかなと思いますし、余剰資金の範囲っていう意味も、今はもっと違う意味で高いレベルで理解してるんじゃないかなと思います。どんな投資にしても、どんなビジネスにしても、リスクは必ずありますし、そのリスクってものが具体的にどういうリスクがあるのかって分からない間は、ものすごくリスクは最大化されてると思うんですよ。株についても同じで、どんなリスクがその株式に、もしくはその会社に備わっているのか、それも非常に重要なことだなと思いますね。いろいろ込みで
勉強させてもらいます。じゃあストーンさん、またよろしくお願いします。いってらっしゃい。